無知とは恐ろしいものよ。お前たちは自分が正義と信じているかもしれんが、この世界を守っているのはわしなのだ。このロジェノムこそが人類の守護者なのだよ。あそこまで膨れ上がってしまう。奴らは死が怖くないのか。怖いのか、人間が。いえ、ただ知りたいのです。奴ら、人間とは何者なのか。答えを知りたければ見続けることだ、ヴィラン。お前に与えた不死の体は戦うためではない。戦いを続けるのですか。かつてお前のように戦った男がいた。その行いが人類を滅ぼすことになるとも知らずにな。久々に楽しめたよ、小僧。土の中に戻れ。シモン！ふわ！コアドリルだと。俺はシモンだ。大グレン団のリーダー、穴掘りシモンだ。
お前が壁となって俺の前に立ちふさがるならいつだって風穴開けて突き破る。それが俺のドリルだ。そうか、わしより螺旋力が勝っていたということか。一つだけ教えてやろう。無知なる猿が地に満ち空を目指した時、月は地獄の使者となりて螺旋の星を滅ぼす。カミナ様、お元気ですか？って聞くのは変ですよね。でもカミナシティの中心で高く天をつくあなたの姿を見ていると、ついそう声をかけたくなってしまいます。
私たちは相変わらずです。シモンはシモンなりに新政府の総司令を務めています。大グレン団の皆さんは昨日も会議でロシウさんに怒られたようです。あの方たちはとてもいい人たちなのですが、得意不得意というのはあるのですよね。政府の仕事はロシウさんに頼りきりです。ロシウさんはとても真面目な人なので、彼らの態度をもどかしく感じてしまうこともあるようなのです。あ、リーランさんは別です。科学局長官として大忙しです。小じわができて困っちゃうと言っていますが、羨ましいくらいお肌はすべすべなんですよ。ヨーコさんは議会とか政治とかそういうのどうも向かないの。6年前カミナシティを去ったヨーコさんはその後私にだけ連絡をくれました。今では小学校の先生になっているんですよ。子供たちに未来への希望を教える、とても素敵なお仕事だと思いませんか。レイテさんとマッケンさんの整備工場もうまくいっているようです。3人目の赤ちゃんを産んでレイテさんますます元気です。そうそう、赤ちゃんといえばダヤッカさんとキヨウさんご夫婦にも生まれました。カミナさん、あなたの名前がついたこの町はあなたが夢見た町になっていますか。私たちの明日はあなたの示した方向にちゃんと向かっていますか。綺麗になっただろう。この町、うん、みんなお日様の下で笑いながら暮らしている。そうだね。もうそろそろいいかなって思うんだ。え？王女とかグレンダンとかそういうのじゃなくて、ただ同じものを見て同じ音を聞いて同じように笑う、そういう暮らしをしてもいいんじゃないかって。俺の目がニアの目で、ニアの耳が俺の耳で、そういうのいいんじゃないかって。結婚しよう、ニア。やだ。断ったの？え？なんで断んだよ！二人が同じ人間にはなれないんじゃないかなって。いや、そりゃそうだけどさ。夫婦なんてそんなもんだけどさ。でもさ、言葉のあやってもんでしょう。それはあのシモンがあの穴を掘るか、グレンラガンで戦うしか脳のないシモンが7年かかって言った言葉でしょ。どうなのよそこは。あんたの気持ちは。私の気持ち？そう、大事なのは言葉の意味じゃない、その時の気持ち。立派なお月様。本当だ、兄貴もあそこまで行きたいって言ってた。兄貴さんが？ああ、あの頃は本当に行けるようになるなんて思わなかったけどね。叶ったんですね、兄貴さんの夢。うん。私の夢はね、私の夢はこの地上をお花で覆い尽くすこと。花で？ええ、荒れ果てた大地に水を引いて種をまいて花を咲かせるの。木々を植えて赤茶けた大地を緑に変える。そしてそこに虫や獣や人や他のいろんな生き物が暮らすの。この地上を花と緑と生き物であふれる世界にしたい。水を引いて種をまくか。それはいいな、ニアらしいよ。俺も手伝う。ダメ、シモンにはシモンのなすべきことがある。
シモン、あなたと私は違う人間です。ずっとずっと違う人間です。違う人間が違うことをやる。でも違うから理解したいと思うんです。私はあなたをもっと知りたい。これからずっと一緒にいて、もっともっとあなたのことを知りたい。あなたにも私のことを分かってほしい。ニア、ありがとう。この指はとっても嬉しい。じゃあ俺と結婚？はい。探査顔面が破壊されただと？確認しろ、一体何が？地球人類に告げる。我々反螺旋族アンチスパイラルは、人類が月を目指したことにより螺旋力危険レベル第二段階に達したと判断。これより人類殲滅システムを発動します。ミア、螺旋力の発動が宇宙の終焉スパイラルネメシスをもたらす。シモン、あなたの持つコアドリルこそ破滅の象徴。地下にいる限り発動しなかった人類の螺旋力が地上に出ることで我々アンチスパイラルのセンサーに反応しました。人類は滅びなければならない。シモン、あなたの戦いがその結果を導いたのです。ニア、どうしちまったんだ。何を言っている。3週間後、月は軌道を離れ地球に激突する。それで終わりです。反螺旋因子を遺伝子に隠した人間がロージェヌムの娘に生まれてきたのも皮肉な祝宴です。しかし一度発動してアンチスパイラルとなった私が再び人間に戻ることはない。上空に出現しました。月、どういうことなんだ。月は地獄の使者。もう一つ反応が。何あれ。ファール隊出撃。やっと出番だぜ。敵を2機確認。顔がない。あんな目か初めて。だったら無眼だな。顔がないから無眼だよ。各自3回四方から一斉攻撃だ。吸収した。まさか。だったらグラパールブレード。ハンドガンもブレードも効かないのか。何やってんだ、ロシュ。光崎、ロスト。
俺たちに顔面があればあんな奴なきゃ一人でなのによ。ダリ、無茶すんな。私はまだ戦える。ダリ、グレンラガン、待ってたでしょ。危険です、総司令。自ら前線に立つのはあなたの仕事ではない。指導者の役目は他にあります。バカ野郎。市民の命と町を守る、それが俺たちの一番の仕事だろうが。平和ボケしたか、ロシュ。しかし行くぜ、顔なし野郎。機体分析は。大グレン団レジスタンス軍、ロージェノム軍、新政府開発機、いずれのデータにも照合しません。まさか、あれがアンチスパイラーの先兵だというのか。シモンさん、ドリルがエネルギーを貯めている。よし、てめえのビーム倍にして返してやろう。すげえ、やったの。もう一丁。レスキュー隊を市外へ、火災の被害を最小限に抑えろ。あれがミアだというのか。図に乗ってんじゃねえぞ。本気でシモンのせいだと思ったのか。わからん。あの場はシモンの逮捕で市民の怒りが収まったのは確かだな。だよな、シモンがいたから人間は地上に出られたんだ。ああ、その恩を忘れるはずがねえ。ロシュ、他の連中もよ。何が恩だバカ野郎。おめえらのせいで地上がやられるんだ。酒飲むよりも先にやることがあるだろうが。政府の褒めなさいよ。やめろ。今は我慢だ。すぐに収まる。どうかな、似てると思わないか。今の市民たちの様子、螺旋王に戦いを挑んだ時の俺たちの勢いに。何バカなこと言ってる。それじゃあ今度はシモンがロージャノムの代わりってことか。そんなことあるわけが、あるわけがねえ。判決を述べる。被告シモンを死刑とする。おい、ちょっと待て。ふざけんな。なんでだよ。わかんねえぞ。静粛に。誰かが責任を取らなければ民衆は決して納得しないでしょう。シモン総司令以外に誰がその責任を担えるというのですか。誰
だからって何も死刑にする必要があんのかよ。確かにそれで今の騒ぎは収まるかもしれんが、その後はどうするんだ。落ちてくる月がどうするつもりだ。そのための避難計画を進めているところです。人類が生き残るためには、あのバーの騒ぎは今すぐやめさせて、冷静で迅速な行動を促さなければなりません。ロシオ総司令、いえ、ロシオ真相司令を中心。兄貴、兄貴ならこんな時どうする？飯なんか食ったってどうせもうすぐ月が落ちてきて全部おしまいなんだろ。どこぞの総司令様のおかげでな。地下の俺たちだけ生き残んじゃねえ。バカ、ここはシェルターみたいになってねえんだ。おっと悪いな総司令、すまねえな、こぼしちゃったの総司令。どうした、食わねえのかよ総司令。おつに済ましてんじゃねえよ、そうしろ。早く、頼んでみろや。ドリルがなきゃ、何もできねえのかよ。飛び玉つぶしぶたい。悪いな、羽がねえから飛べねえんだわ。おい、ブエラロ。貴様ら、見るに耐えん。だと、獣人のくせにカッコつけやがって。貴様もだ、シモン。なぜ抵抗しない？ビダル。上等だ！うわぁ！大したざまだな。女に捨てられ、仲間に裏切られ、この地の底の監獄に押し込められて、仮にも螺旋王を倒した男が惨めなものだな。いいんだ、俺にやるべきことはもうない。あとはロシウがやってくれる。アナホリシモンが元の穴蔵に戻っただけの話だ。いや違うな、俺の手にはもうドリルも残っちゃいない、掘るものもないんだ。ああ、俺にはここがお似合いだ。成功です。生体コンピューター起動しました。よし、ご苦労。さあ目を覚ませ、ロージェノム。かつて人類の守護者だった男よ。君の予言通り人類殲滅システムが発動したよ。それで慌てて冥府の棺を開けて死者を引きずり出したというわけか。人類の文明が繁栄すると殲滅システムが作動する。それを恐れた君が人間を地下に閉じ込めていた。いや、今の君はロージェノム細胞から培養された生体コンピューターだ。生前の行いの責任までは問いはしない。聞きたいのはこれからのことだ。アンチスパイラルとは何だ。我々人類が生き延びる手段はあるのか。では、かつて螺旋族がアンチスパイラルと宇宙戦争を。ああ、そうだ。アンチスパイラルもかつては螺旋族だった。だが、螺旋力の暴走が宇宙を壊滅させると信じた彼らは螺旋族に反旗を翻した。ロージェノムが率いた螺旋族の軍隊は敗れ、この地球はアンチスパイラルの支配下に置かれた。ロージェノムも降伏し、螺旋生命である人類を抑圧していた。では、我々に生き残る道はないのですか？いや、まだそうとは限らない。すごい。これが人類の最後の希望だ。政府より重大発表です。繰り返します、政府より重大発表です。市民の皆さん、
アンチスパイラルと名乗る謎の敵による月落下攻撃により地上は大きな打撃を被ることになります。この事態に対し新政府はシモン元総司令官の責任を追及、本日の裁判で死刑とすることを決定いたしました。先生大丈夫よ、新政府を信じましょう。から市民を守るため、あの連中大規模な避難計画を実施します。全世界36カ所の巨大地下シェルターに退避。シェルターのないカミナシティ近辺の住民は超度級スペース大岩で清掃圏外に一時退避します。これがそのスペース大岩アークグレンです。新政府を信じてほしい。アンチスパイラルには負けない。我々は絶対に生き残る。68%。 サクンガ地域 32%。 ベハマ地域 44%。 現在カミナシティ市民のアークグレーンへの避難は 90% に達しました。そうか、避難計画は順調か。ああ、俺たちロートルの出る幕はねえ。お前のように早々に政府を辞めて家族のそばにいる方が利口かもな。ざまねえな、まったく。おう？我慢はやめるぞ。俺には俺のやり方がある。どうした？無我からのビーム攻撃です。疑似島が破壊されました。第2波が来ます。疑似島の地下に攻撃が集中しています。まさかアークグレンの存在に気づかれたか。あり得るわね。強い螺旋力に反応して攻撃してきてるのかも。グラパール対トルネードシールド弾で迎撃。これはロージェノムヘッドのデータにあったものです。エネルギーシールドみたいね。螺旋力シールド、螺旋の戦闘艦だ。防御シールドぐらいはついている。市民の乗り込み完了しています。よし、ハッチは壊していい。このまま浮上する。行くぞ。どうやら取り残されたようだな。そうだな。つまらんな。螺旋王を倒した男の最後がこんなにあっけないものとは。俺はいい、人類が無事なら。本気で言っているのか。ああ、ヴィラル、お前も逃げろ。お前の力があればこの程度の牢獄なら破れるはずだ。どうやら本当に投げ出したらしいな。その光は、俺には何もできない。全てはロシュに任せた。それが人類が生き延びる最良の方法だ。ロシュに人類は救えません。自分自身すら救えない。ニア、いくら地下シェルターに避難しても月が激突すれば地球そのものが砕け散ってしまう。宇宙に逃げ出しても結果は同じです。そんな、敵です。
巨大なムガンが2体、小型は数千機。ロシルの考えは全て我々の想定内。いくらあがこうが人類は滅亡の運命からは逃れられない。なんだと、螺旋生命に待っているのは絶対的絶望、それだけです。俺を殺すというのか。それが人類殲滅システムの最終工程。ヴィナル、心配するな。螺旋王からもらった不死身の体、この程度では。なめるな。ハディーネ様の尻尾に比べればそんなもの痛くも痒くもないわ。よせ、ミア、お前の狙いは俺だろう。礼を言うぞ、ミア。俺は怖かった。市民たちが兄貴の像を壊したとき、疑似島に押し寄せたとき、俺の中で怒りが爆発しそうになった。体の中で得体の知れない力が膨れ上がったんだ。ロージェルと同じようにな。だから俺はこの力を抑えた。平和のために俺が犠牲になるならそれでいい、そう思った。だけどニア、お前は俺にまだやるべきことを教えてくれた。さあ、倒せるものなら倒してみろ。だけど俺は死なない。人類を救うためには絶対にな。ザレゴトを。ずいぶん会わないうちにつまんない女になったわね、ニア。そうなったシモンは誰にも止められない。それはあなたが一番知ってたんじゃなかったっけ。過去の記憶は捨てた。私はアンチスパイラルのメッセンジャー。おい、待て。あんまり情けないようだったらその顔に一発パンチかませてやろうかと思ってたけど、必要なさそうね。よこ、地下のシェルターは全くの無力。ロシューたちも危ない。聞いたわ。でもこういう絶対的なピンチを何とかするのが、そう、それが俺たち大グレン団だ。待ってたぜ、そのセリフ。みんなでもよ、ゴールが待てなくってさ、全部持ってきしまって。レイテがこっそりメンテしてくれてたんだ。余計だったが来た。グレン・ラガンか、相変わらずふてぶてしい面だ。あんた、ヴィラルって、ひどい傷ね。俺は不死身だ。あ、なんで、なんでこいつが。乗ってみるか、ヴィラル。何？見届けるんだろ。特等席が空いてるぜ。バカも休み休み言え。無事だったか、ブータ。これで全員揃ったわね。ブータ、あんた相変わらずちっちゃいのね。さあ、行くよ。隣穴のアークグレン発射口から予備の月探査機で打ち上げてやるよ。打ち上げか、宴会か、盛り上がるぜ。落としても落としても湧いて出る。ギミ、落ち着いて。私たちがちゃんとやらなきゃ。損害は第357ブロック大破、核兵器を下ろします。クラパル隊、残存兵力 53%。 くそ、化け物どもが。月落下速度早まっています。20時間後には地上に激突と予想されます。何としても耐えるんだ。ここでこの船までやられると今までやってきたことが。どうした。螺旋エネルギー減少、螺旋生命反応が急速に弱まっている。なんだと。不安なんだわ、きっと。この船に乗っている人たちが攻撃されて不安がっているんじゃ。いや、私たちも。そんな、マシンが人間の心に左右されるなんて。いや、そうかもしれない。だとしたらこれが僕の限界なのか。諦めるな、ロシュー。
諦めたらそこで終わりだ。忘れたのか、このドリルが天を突くドリルだってこと。ヴィラン、あれをやるぞ。なんだ、早速命令か。いや、提案だ。ならやらせてもらおう。人と獣の二つの道がねじって交わる螺旋道。昨日の敵で定めを砕く、明日の道をこの手で掴む。宿命合体グレンラガン。俺を誰だと思ってやがる。持たない。ロシー、弱音を吐くな。俺たちはいつもギリギリで踏ん張ってきた。ダイグレンを奪った時も、テンペリンを落とした時も、ギリギリまで粘って勝利を勝ち取ったんだ。そうだ、やってやるよ、何度だってな。まったく、貴様といると飽きないな。行くぞ、アークグレン。シモンさん、なんだ、体当たりか。どけどけ、道を開けろ。これがグレン・ラガットの合体なのか。大量の螺旋エネルギー注入。居住区安全性確保。シモン、オッケーよ、行っちゃって。私も合体ってわけか。
来い、アークグレンラガクルッパワー。行くぜ、ヴィラル超党だ。くらえ、時空熱弾バーストスピリング。なんだあの穴は。どうやら時空の穴のようね。時空間の彼方に吹っ飛ばしたのよ。あれがシモンさんの力か。これが螺旋の力の覚醒ね。月が。バカな、月も巨大な顔面だったというのか。信じられない。やばい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 、みんな無事か。なんとかね。ひるむな、舞台がでかいだけだ。シモン、うわっ、おい、前へ。シモンさん、簡単にやられてたまるか。いかん、やつめ地球にパンチする気だ。させるかよ。ファイヤファイヤ。超螺旋エンジン出力限界です。機体がバラバラになっちまうぞ。緊急事態、カテドラ螺旋岩の電脳中枢へ強制侵入を試みる。なんだと、ロジャノム。ロジェノブ、心配ないわ。彼の細胞から再生させた生体コンピューターよ。彼が丸ごと蘇ったわけじゃないわ。えぐいこと。必要だったんだ。その声はヴィラルか。まあそういうな。これもなかなか面白い体験だ。変わられましたな、螺旋を。そうか、そうかもな。肉体の首輝から解放されたせいかもしれんな。いいから、あれがハッキングできるっていうの？やってみる価値はある。うわぁ！発見！ノージェノムヘッド、敵機体へのハッキング開始しました。あったな！だ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 ！はっ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 は。いや！どっちなんだこいつは？だない！や！や！だ！だ！だ！解析完了した。これは、ここに螺旋力の源を差し込め、月が制御可能になる。あのでかいのか、コントロールできるのか。当然だ。アルコサワが最終兵器カテドラル螺旋岩だ。面白いな、シモン。お前得意の顔面分取りだ。やってやろうじゃないか。それは違う。奪い返すのだ、人類の守護神を。はっ、行くぜ、みんな。アークグレンラガン、いや、ドリルブレイク。あれが中心か。はい、時間がないぞ、行け。あれはニアよ、シモン。このままじゃ彼女も一緒に粉々よ。構わん、人類を守るためならどんな相手でも打ち倒す。それが俺のなすべきことだ。そうだ、たとえそれがニアだろうと。うわどうした。それがあなたの見解。私を殺すのに躊躇する。その迷いを人間は愛という言葉でごまかす。だがそ
その迷いが人類を滅ぼす。無駄なあがきもここまでだ。いや、違う。迷っているのはお前だよ、ニア。愚かなことを。私はいつでもお前を殺せる。だったらなぜお前はその指輪をしてる？これは…それがお前の意志だ。過去を捨て去らないという、お前の意志だ。そうか。今やっとわかった。ここでお前を殺すこと、それが絶対的絶望のための最大の罠だったんだ。だがそれをお前が止めてくれた。いや、それだけじゃない。お前は俺に助けを求めていたんだ。俺の前に現れる時は、その無表情な仮面の下で、本当のお前が助けてと叫んでいたんだ。シモン、助けて。私はここよ。ごめんな、お前の悲鳴に気づかなくって。お前もずっと戦っていたんだな。違う、私は。お前の明日は俺のこの手で掴んでやる。だからそこをどいてくれ。頼むニア。ありがとう、ニア。でも、運命は変わりません。何？地球人類殲滅システムが無効化されたことで、アンチスパイラルの本体がこの銀河に到着するでしょう。まだ戦いは続くのか。もし俺たちが勝ったら、お前は元に戻るのか？私は、あなた方のデータ解析のためにアンチスパイラル本性に召喚されます。その可能性は果てしなくゼロに近い。でもゼロじゃないんだな。だったら俺にとっては 100% と同じことだ。迎えに来てくれるのですか？ああ、俺を誰だと思ってる？私はアンチスパイラル本体召喚。なんだ？今度はどうした？アンチスパイラル本性の位置を確認した。え？地球ブリッジをカテドラル螺旋岩に移せ。移動座標を固定し、螺旋階認識転移システムを作動させる。シモン、ロージェノムが敵の居場所まで飛べるって言ってるわ。よし、なら行こう。そこにニアもいる。今度はこっちが攻める番だ。避難民居住区、輸送顔面へドッキング。順次地球へ発進中。全システム、オールグリーン。超螺旋レーダー起動しました。衛星並みの大きさの顔面がたったこれだけのシステムで動いて、挙句空間転移まで可能って、どんだけの化け物だったの螺旋族は。それをたちまち制御するリーロンも大した化け物だよ。あら、私をこんな風にしたのはシモン？あなた。はいはい。ロシューはどうした？それが恐ろしくでっけえな。この超デカ物の格納庫に眠ってたんだよ。あんたらの顔面はこいつらの起動型コックピットだったらしいね。アンチスパイラルと戦うにはこのくらいでかいやつじゃないとダメってことか。おお、なんだ、ビラルが僕で出た。バーガ、この超デカ物の中はショートワープで移動するんだよ。
過去を水に流してもらおうなどとは思っていない。それにクローンで作られた獣人に螺旋遺伝子はない。だが地球は俺たちの母星だ。守りたいと思うのは人間だけではないことは分かってくれ。おいおい、ロージェノム軍のビラルが随分と塩らしいことを言うじゃねえか。妙にかしこまることはねえ。シモンが選んだ男だ。俺たちと同じだってことだよ。敵の本拠地に殴り込みかけようって時よ。細かいこと気にしちゃいらんないわ。いいね、面白いんじゃない。よろしくな。ちょっと待って、俺たちも忘れないでくださいよ。なんだよ、おめえらも行くのか。さすがにグラパールのでっかいのはなかったけど、使えそうな量産機はあったからね。スペースガンマール、大事に使いなよ。これはニアさんを救うだけじゃない、私たちの地球の存亡がかかった戦いです。本来はグラパール隊の任務なんだから、俺たちが行くのは当然でしょ。任務だ。そんなもの食ったことねえぞ。こいつは喧嘩だ。喧嘩喧嘩。こいつは喧嘩だ。喧嘩。そうだ、惚れた女を救うためにふっかける宇宙一の大喧嘩だ。しゃあねえな。地球の運命をかけた戦いだって分かってんのにワクワクしてる自分がいる。だったら最初から政府のお偉いさんなんてものにしがみつかなきゃいいのにな。まったくだ。ヨコ、お前は偉いよ。自分の道が分かるのってその人のタイミングがあるんじゃない。人それぞれよ。さすが学校の先生だ。なんかそれらしいこと言うようになったじゃねえか。でもね、キタ、あんたがいたから大グレンダンはここまで来れた。シモンが上から引っ張って、あんたが下から押し上げた。私はそう思うよ。俺も嬉しいぜ、ヨコが戻ってきてくれて。やっぱお前のおっぱいがねえと大グレンダンとは言えねえやな。なあみんな、おっぱいやばいよ。バカどもが廊下に立たせるわよ。しかしよ、俺たち一体どこまで行くのかな。決まってる。どこまでもせ。キヨ、話が。言っていいわよ。え、その話でしょ。いいのか。大グレンダン最後の大喧嘩でしょ。リットナー村のダヤカが参加しないでどうするの。俺、お前でよかったよ。結婚したのお前でよかった。バカね。でもちゃんと地球を守ってね。そしてちゃんと帰ってきて。ああ、約束する。お、僕の仕事は終わった。ロシーいるんだ。ロシー、ロシー近づくな。自分の罪は自分で償う。結局僕はアンチスパイラルの手の中で踊らされているだけだった。まんまと奴の罠にはまり、あなたを死刑にして地球もアークグレンも失うところだった。僕はとんでもない愚か者だ。バカ、何言ってるんだ。最後の幕引きくらい自分でやらせてください。ロシ、何が罪なの。あなたは人類のことだけ考えてた。必死でみんなが生き残る方法を考えてた。それは私が一番よく知ってる。それを罪だと言うなら、この世に罪のない人間なんていない。キノ、ちゃんといるじゃないか。お前のことを殴ってくれる人が。俺も昔道に迷った。でも殴られて目が覚めた。殴りに来てくれる人がいた。間違いならやり直せる。ロシュ、俺はお前を信じてる。だからお前もお前を信じろ。多分それが絶対的絶望に勝つただ一つの方法だ。俺たちはまた同じ道を行ける。そうだよな。次元アンカー、虚数宇宙に突入。急ぐ前進。本当に出てき
れが本物の月ってわけか。これでこの超デカ物が消えても地球への影響は心配しなくていいわ。地球を頼んだぞ、ロシュ。何があろうと守り抜きます。あなたと自分を信じて。チェ、また留守番かよ。みんなちゃんと帰ってこいよ。超銀河グレンラガン発進だ。螺旋階認識転移システム作動。行くぞ、最後の戦いだ。アンチスパイラル本性は次元の狭間に隔絶宇宙を作り、超螺旋索敵から逃れていたのだ。それがこんな形で発見されるとは計算外だった。かつてのアンチスパイラルとの戦争の際も、螺旋族は敵の本拠地を探した。だがアンチスパイラル本性は見つからなかった。そのため螺旋族は敗退した。この船も奴らに奪われ、月に偽装され、人類殲滅システムに組み込まれたのだ。宇宙とは曖昧さだ。認識されて初めて確定する。それがこの宇宙の断り。隔絶宇宙にいても、一度認識された物質は螺旋索敵に反応する。それは何の呪文だ？つまり、ニアの指輪だけはこちらでサーチできたってこと。シモンとニアの思いが隠された宇宙を発見したってわけね。愛は強しってことか。愛と気合で宇宙を守る。大グランダンらしい話じゃない。まもなくワープアウトします。聞くがいい、愚かなる螺旋族の末裔よ。この宇宙の均衡を乱す者たちよ。なんだあの声は。アンチスパイラル。あの声がアンチスパイラル。レーダーに艦あり。光の後方より敵艦隊大量に接近中。全然見えないぞ。慌てるな。敵が姿を現したのなら迎え撃てばいいことだ。その通りだぜ。あがき苦しみ、生に執着するのがお前たち螺旋族の業。螺旋生命が進化の快楽に身を委ねた時、この宇宙に破滅をもたらす。その罪の重さ、我が身で味わうがよい。なんだありゃ。まさか、あれは津波？なんで宇宙に…なんで宇宙に津波が…超銀河グレンラが沈没します。だから、なんで宇宙で沈没するんだよ。水じゃない、超高密度に圧縮された空間の波ね。浮上しろ。黙れ。ダメだ、出力が上がらねえ。どうした、シモン。わからん、なんだか力が吸い取られる感じだ。どうなってるんだ。どうやらここはデススパイラルフィールドのようだな。デススパイラル。螺旋力が吸収され、質量に変換されている。螺旋力を使えば使うほど、この空間は密度を高めていく。なんだ、敵はどこから。圧力です、水圧で潰されます。ダメだ、みんな超銀河グレンラガンに対しろ。スペース艦面体着艦。螺旋エネルギー 30% に低下。超銀河グレンラガンの携帯を維持できません。巡航形態に戻ったのね。この方がエネルギーロスは少ない。でも戦闘力は半分に落ちるわ。冗談じゃないぞ。なんだありゃ。クローズアップします。これはラガンじゃないか。なんなんだありゃ。リロン、あれはかつてアンチスパイラルに戦いを挑んだ螺旋の戦士たちだ。俺たちの他にもここまで来た奴らがいるというのか。その通りだ、愚かなる螺旋の民よ。お前たちだけが特別な存在だと思うな。
螺旋族と我々との悠久の時を超えた戦いの中ではお前たちなどほんのちっぽけな存在に過ぎない。見るがいい、螺旋族の敗北の歴史を。そこは銀河螺旋開口、螺旋の墓場だ。最深部に高エネルギー反応を確認。どんどん引き寄せられています。デススパイラルマシン、このフィールドを作り上げているのはそれだ。あれだけのラガンが犠牲に。水圧、いえ宇宙の中圧でペチャンコ。まさしく宇宙の墓場ね。何か手はないのか。叩き潰せばいい、そのデススパイラルマシンを。それが俺たち大グレン団のやり方だ。そこまでこの船のエネルギーが持てばね。やるしかないだろう。分かってるの、螺旋エンジンの源はあなたなのよ。ああ、だからこそやるしかないんだよ。ブータに螺旋力が。シモンの螺旋力に影響された突然変異だ。7年間の成長エネルギーが蓄積されて螺旋エネルギーに変換されている。ブータ頑張れ、お前も立派な大グレン団のメンバーだ。デススパイラルマシンの周囲は超超高密度空間になっている。一旦質量に変えた螺旋力を機体の周りでもう一度エネルギー変換してるのね、うん、周りに強力なエネルギーフィールドがあるわ。そのエネルギーフィールドを突破するより強力な超螺旋ミサイルを撃ち込む。それで作戦は終了だ。超螺旋弾の製造は。シモンも消耗してるからね。2発が限度だよ。ギガドリルが折れるなんて。交換急ぐよ、時間がないんだ。どうしたシモン。大丈夫だ、またやれる。デススパイラルマシンを肉眼で確認、まもなく射程距離です。待ってたぜ。超螺旋弾発射準備できてるよ。敵機体射程距離に入りました。発射。潰れちまったぞ。強度計算はしたのに、こっちの計算以上に圧力が高かったか。レイテ、残りの超螺旋弾の外装を強化して1分で。もうやってるよ。螺旋エネルギーゼロになりました。シモン聞こえる？シモン大丈夫だ、やつは生きている。だが螺旋エネルギーの供給よりも敵の吸収能力が勝っているんだ。すまんなシモン、俺に打線力があれば。電気がついた。非常電源ね、いつまで持つか。ちくしょう、このまま何もできずに潰されるのか。レイテ、私のスペース顔面に超螺旋弾を積み込んで。待てよ、子、そいつは俺の仕事だ。だったら俺たちが。うん、俺たちがやるぜ。そうはいかねんだよ。レイテ、この中で一番圧力に強いのは？スペースキングキタンの弾丸面モードだよ。というわけだ。シモンが死ぬ思いでこさえた最後の超螺旋弾、無駄にするわけにはいかねえだろうが。
特攻ですか？あ、死ぬのが怖くないんですか？ずるいですよ、そうやって死に場所求めて。僕にはそんな真似はできない。君、ブラッカか、お前はどこに死ぬのが怖くない人間がいる。でもな、仕方ねえんだ、これしか能がねえんだ。俺たちは好きでやってんだ、怖えからなおのこと前に進むしかねえんだ。これだけは言っとくぞ、お前らがいるから無茶ができるんだ。後ろにお前らがいるから前に進めるんだ。シモンが上から引っ張って俺が下から押し上げてるとすりゃ、それは俺の背中をお前らが押してくれたからだ。お前らがどこまで行けるか楽しみにしてるぜ、ヨコ。すまねえ、これも俺のわがままだ。バカね、こういう時謝らないで。ありがとうよ。アバよダチコ、なんてキザなセリフは言わねえ。行ってくるぜ野郎ども。こいつか、今だ、ミサイル発射。くそ、肝心なところで。螺旋変換フィールドで爆発を確認。やったか。いえ、デススパイラルマシンは健在です。来た、エナジー2回をバカ野郎。待って、あのエネルギー反応は。ベース顔面の中の顔面です。まだキングキタンが残ってるぜ。お守り代わりに拝借してきたグレンラガンのドリル使わせてもらうぜ。来た、こいつはシモンの大グレンガンの人間の、いや、この俺様の魂だ。てめえごときに大したもんじゃねえか。この作戦の成功率は 0% だった。だが、お前たちには机上の計算は無駄なようだな。どうした？膨大な、とてつもなく膨大な螺旋エネルギー反応です。デススパイラルマシンが破壊されたことで、この暗黒の海は全て螺旋エネルギーに再変換される。当然の帰結だ。これだけのエネルギーがあれば、奴らのいる隔絶宇宙にたどり着くのもたやすかろう。超螺旋ゲージが上がってる。1万、10万、100万、1万、いけるわよ。来た、お前の意志を受け取った。行くぞ。変形だ。
友の思いをこの身に刻む。無限の闇を光に変える。天上天下一騎当心、上銀がグランラガラガ。人間の力見せてやるぜ。残念ながらそこまでだよ、螺旋の男。何？自分たちの仲間を犠牲にして暗黒の海から脱出する。生存のための破壊を顧みることもない。それこそが螺旋の民の宿業だ。螺旋力とは宇宙と生命をつなぐ力。無限の宇宙の力を一個の生命が引き出せる。だがその力を生命は制御できない。それがこの宇宙の真実だ。螺旋の力は暴走し、肉体から吹き出したエネルギーは一個の銀河となる。螺旋力の暴走が始まると、一瞬にして生命の数だけ宇宙に銀河が誕生する。過剰銀河は互いに食いつぶし、ブラックホールとなり、宇宙は無に変える。それがスパイラルネメシスだ。進化という名の暴走が一瞬にして宇宙を滅ぼすのだ。まさか、そんな。シロン、敵の前貸しだ。賞金なれ。螺旋力のない生命にはわかるまい。だがいずれにしろ運命は同じだ。なんだと。多元宇宙迷宮、無限の可能性の地獄の中で閉ざされた人生を永遠に送るがいい。調子はどうだ、シモン。もう少しだよ、兄貴。頼むぜ、シモン。お前のドリルだけが頼りだ。うぅ、こいつすげえ。うまくいったな、シモン。たまんねえな。こんだけありゃしばらく遊んで暮らせるぜ。ほらよ、
遠慮することね。お前の分け前だよ、兄弟。あ、うん。どうだ、やっぱりジーハムラを出て正解だったろう。同じ地下暮らしでも都の下ならやりたい放題だぜ。獣人どもにはかないっこねえが、奴らの目を盗んで金目のものをいただきゃ、ここでの暮らしには困らねえ。お前が掘って俺が取る。これからも頼むぜ、シモン。うん、兄貴。拝啓、神奈様。あなたが示した明日は、私たちに力をくれた。だから、私は信じられる。シモンが、みんなが、必ず新しい明日を築いてくれること。面白いな、イレギュラー。過去の記憶を呼び起こすことで己の情報を再統合しているのか。大したものだよ。だが無駄な努力だ。お前を助けに来た螺旋族は全て多元宇宙に囚われている。可能性を認識できる知性がある限り、ここからは絶対に抜け出せない。螺旋力が発動することもない。螺旋族との戦いは不毛だ。いくら絶対的絶望を与えても、この宇宙の片隅でまた別の愚か者が立ち上がる。我々も飽きた。だがお前の中の抵抗因子を解析できれば、彼らの完全消滅が可能になる。読ませてもらうよ、お前の情報を。シロン！すまねえ、すまなかった、許してくれ。な、この通りだ。勘弁してくれ。俺たちが悪かった。何でも言うこと聞くなよ。頭下げろって言うならいくらでも下げる。すまねえ、すまねえ、すまねえ、すまねえ。だから命下げや、命下げや、助けてくれよ。すまねえ、すまなかった、許してくれ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 。どうした、シモン。なくしたのか、ドリル。兄貴がもう一人。バカ野郎！ジーハ村に悪名を轟くグレンダン。男の魂背中に背負い、不撓不屈の青鬼リーダー。神奈様が、そう何人もいてたまっかよ。いやでも二人いるし。その通り、好きな方を選べ。そんな無茶苦茶な。忘れたのか、俺の無茶に中身をくれたのはお前なんだ。俺の勧めに中身をくれたのはお前なんだよ。お前のドリルはその辺のしっからとは違うはずだ。お前のドリルはここだ。いつまでもこんなところでダラダラしてんじゃねえ。お前のドリルは何のためにある。兄貴なのか。お前何やってる。お前も頭下げんだよ。頭下げて、頭下げて、見ないふりして、謝るふりして、この場を乗り切れ。下向いてやる少しはなんとかなる。俺の下向いて謝っとけ。俺のドリルは、だよ、俺のドリルは点をつくドリルだ。ドリルは俺の魂だ。行け、シモン。モシとかタラとかレバとか、そんな思いに惑わされんな。自分の選んだ一つのことが、お前の宇宙の真実だ。ああ、そうだな。その通りだ。おいおい、俺も忘
忘れてもらっちゃ困るぜ。誰だっけ。黒の兄弟のキタン様だよ。また忘れたかお前。バカ、忘れるわけねえだろうがよ。あ、そんな、だよこの野郎。だよこの野郎。いつの間にか背抜かれちまったな。本当だ。行くよ、兄貴。ああ、今度こそ本当にアバヨだ。行けよ、兄弟。アバヨじゃねえ。一緒だろ。ああ。無駄な甘気だ、イレミア。どんなに私の体を調べても、今のあなたでは彼らには勝てないでしょう。あの人は来ます。必ず。できるわけがない。なめんじゃねえ。時間だろうが空間だろうが多元宇宙だろうが、そんなこと知ったことじゃねえ。てめえの決めた道をてめえのやり方で貫き通す、それが俺たち大グレンダンだ。
血のたぎりが定めを決める。天も次元も突破して三度に釣りで己の道を天元突破グレンラガンラガン。俺たちを誰だと思ってやがる。驚いたな。ここまで来た螺旋族は初めてだ。その螺旋の力に侵されればメッセンジャーがイレギュラーになるのもうなずける。いいだろう。貴様らが拠り所とするその姿と同じ地平で戦ってやろう。どういうことだ。それが奴の手だ。同等の姿で戦い勝利することで我々に絶対的絶望を与えようとしている。ロージェノム、その体は。ここは認識が実体化する超螺旋宇宙。仮初めの体だが今は共に戦わせてくれ。心強いよ。いや、今さら父親面できるとも思わぬがよく頑張った。ありがとう、お父様。うん。千年の検体から目が覚めましたか、螺旋を。王ではない。今はただの戦士だ、ヴィラル。お前と同じな。はスパイラルも元は螺旋族だ。だが螺旋力の進化の果てが宇宙の崩壊につながることに気づいた我々は螺旋の力を持つ者を滅ぼし残ったわずかな生命も宇宙の片隅に押し込めた。そして我々は進化を止めこの隔絶宇宙に我が身を閉じ込めたのだ。母性に肉体と進化の可能性を封印したこの醜き姿こそ我々の決意の印。仲間を母性に押し込めてこの宇宙を守るってのか。くそー、くれくれくれ。無駄なことだ。この宇宙は完全に我々が支配している。ここでお前たちが勝つ可能性はゼロだ。可能性は自分で決める。お前たちがどうあがこうと望むものの全てなど決して手に入りはしないのだ。お前たちは自分たちの行動の意味をいつも理解していない。そんなことはない。ならばなぜ我々と戦う。お前が救おうとしているイレギュラーは我々の仮想生命体。我々が滅びれば彼女も消える。分かっているのか。なんだと。この程度の因果も理解せずに闇雲に進む。その本能が宇宙を破滅に導くことになぜ気づかん。螺旋の力に溺れる愚か者たちよ。たかがイレギュラーの消失に動揺するお前たちに我々ほどの覚悟があるか。元は同族だった者を倒し我が身の進化を封じ込め
この宇宙を守ろうとする我々の覚悟にかなう道理があるか。いない、ないない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 、断じていない。決意もなく、覚悟もなく、道理もなく、己の欲望のままに螺旋の力を使い、その力に溺れる。これが螺旋族の限界。だからこそ滅びなければならないのだ。ほほん、あれがお前たちの母性か。システムに反応あり。時空転移バイパスで隔絶宇宙とつながっています。あれがアンチスパイラルか。最後の拠り所となる心とやらも折れたようだな、螺旋の男。潔く散れ。ラガンが、心が折れただと。誰がそんなことを言った。そう、どんなに辛くてもシモンはもう迷わない。私が信じるシモンと大グレンダンの心は決して折れたりしない。イレギュラーごときが我々に歯向かうか。私はあなたに作られた。それは覆せない運命。でも最後までそれに抗うことはできる。やって見せる。姫様、ありがとう、ピラル。この次元の果てで螺旋の姫を守れるとはな。感謝するよ、ルテンの運命。いかんわ。どうかな。ミアの思い、無駄にはさせない。
脇差しブレード超銀河ギャラクシーに油断大敵気抜くなよお二人さん先輩私たちも負けちゃいられねえだと言ってやる、うん、よほーいくらえ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 、うん、確率変動なんよアンチスパイラルが防御する確率と無効化してるわやるじゃないかっておうピンボケ時間差ならお手のものだぜ電源突破螺旋エンジン起動よーそらよーし行くぞ超次元なんか俺の嫁は宇宙一スイングありがとうシモンここまで迎えに来てくれたそれだけで私は嬉しいニアシモンあなたはあなたのなすべきことをするためにここまで来たそうでしょああその通りだ見たかアンチスパイラルこれが俺の俺たち超銀河大グレン団の覚悟だ何度でも言う俺たちを誰だと思ってやる我々が作ったこの隔絶宇宙で螺旋エネルギーを実体化するとはななるほど多元宇宙迷宮を脱出できただけのことはあるだがまだだ所詮は我々にねじ伏せられるだけの哀れな存在その思い上がり後悔させてやろうものすごいエネルギーです宇宙誕生並みのエネルギーよまるでビッグバンそいつをぶつけようってのかインフィニティビッグバンの豪華に焼かれ DNA の一辺まで完全消滅するがいい踏ん張れよダリー君こそくそやばいねさすがにこのままじゃ持たないよシモンあなただが、彼らがこれで終わるはずがない。まだだ、まだやれる。シモン、ここは任せてもらおうか。ラデンガンオーバーラウンド聞こえる僕のこの声が闇にお父様嘆くな娘よ一度は絶望と倦怠の海に沈んだ魂がここまで来れたカリスマの体が螺旋の命の明日を作るならば本望だそうねその通り所詮犬死にだ消えろラゼンガ量子分解しますそれを待っていた今までもこの胸を確かに叩いてるからシモン受け取れ
出。よし、みんな、あれをやるぞ。あれ決まってるだろう。合体だ。なんだと、貴様らごときがそれだけ巨大なエネルギーを支配したというのか。信じられん。俺たちは1分前の俺たちよりも進化する。1回転すればほんの少しだけ前に進む。それがドリルなんだよ。それこそが滅びへの道。螺旋族の限界になぜ気づかん。それは貴様の限界だ。この飛ばされた宇宙で王様気分で他の生命を封じ込めた貴様自身の限界に過ぎない。そう、人間にだってもっと大きな扱いだわ。その人たちのためにも私たちは前に進む。人の心は無限、その大きさに私もかけた。くらえ、必殺超電源突破、イガードリルブレイク。面白い。ならば反螺旋今ドリルブレイク。覚えておけ。このドリルは宇宙に風穴を開ける。その穴は後から続く者の道となる。倒れていった者の願いと後から続く者の希望、二つの思いを二重螺旋に織り込んで明日へと続く道を掘る。それが天元突破、それがグレンラガン。俺のドリルは天を作るドリルだ。信じる俺たちを、人間を、未来を、俺は信じる。ドリルは俺の魂だ。
ならばこの宇宙必ず守れよ。当然だ。お前も信じてくれ。俺たち人間を。次元の狭間に作った宇宙を支えるだけの力をなくしたのね。シモンさん、聞こえますか？シモンさん、銀河の星々から次々に連絡が入ってきています。解放された螺旋族たちが喜びの通信を送ってきてるんですよ。宇宙にはこんなに仲間がいたんです。終わったよ、ミア。え、帰ろ。お帰りなさい、お嬢様。ありがとう、ココジ。見て、シモン、ほら。綺麗だよ。ありがとう。本当に。拝啓、カミナ様。私は今日、シモンと結婚します。もう少しだけね。ニア、あの、これを。これってあなたの日記？陽子さんが持っていてくれるのが一番嬉しい。そっか、ありがとう。でもシモンには？あの人には私の気持ちは全部伝わってますから。ミア、お前のことは忘れない。この宇宙が滅んでも。バカね、滅びないわ。そのためにみんな頑張ったんじゃない？ああ、そうだったな。愛してるわ、シモン。ああ、俺もだ。愛してる、ミア。
ありがとう、みんな。俺たちは幸せだった。なんでですか？なんで螺旋の力を使わないんですか？あの力があればニアさんだって蘇る。それだけじゃない、死んでいった人たちだって。シモンは神様じゃないわ、ギミ。死んだものは死んだものだ。無理に蘇らせたって後に続く連中の邪魔になるだけだろ。 あとは頼んだぞ、ロシュ。シモンさん。俺は穴掘りシモンだから、掘った穴を通るのはもっとふさわしい奴がいる。任せてください。楽しかったわよ、シモン。シモン！この胸にあの日君が撒いた小さな時々不意に巻き戻してる。あの先もずっと君といられたら、もしもの未来どこにもいない姿をどこにいても感じたまま、今日も同じ空の下で明日へと向かうよ。繰り返す言葉はそうまるで心を溶かすように、僕には語りかけるんだ。
の家庭岩盤を引き取りだぜ。ありがとうございます。これで村も水の心配をしないで済みます。なんとお礼を申せばよ。花だ。え？種をまいて花を育ててくれ。はあ。20年内の夢が今叶う時が来たのです。ロシュ大統領の提唱する全銀河螺旋会議が実現します。今夜その地球代表が衛星軌道上で待つ超銀河大グレンが向かうのです。指揮を取るビラル艦長は気合と愛で。どうした坊主。うまく穴が開かないんだ。力の入れすぎだな。もっと軽く回してみな。こう。本当だ、すごいなおじさん。当たり前だ、俺を誰だと。うめえ。いや、誰でもないか。見て、グレーナガンだ。また戦いに行くの？グレーナガンは勝つ？いや。おい、彼らは平和のために行く。仲間を作りに行くのさ。仲間？そっか。ああ、俺も行けるかな。行けると思う。天の光は全て星だ。螺旋の友が待つ星々だ。